こういうのでいいんだよ、フロム。こういうのでいいんだよ。何してんだ。本当にいいボスだと思わないか、みんな。最高傑作だろ、これ。こいつの牽制一心が、フロムの最高傑作や。ダークソウル 3DLC 第2弾のラスボス行きましょう。ダークソウルシリーズの締めのボスやから、本編のラスボスとかやってから行くのが粋ではあるんですが、まあ、本編のラスボスもなかなかね、締めにふさわしいから、まあ、どっちからやってもいいかなって感じやね。一発で決めて5分ぐらいの動画にしてやろう。フィリアノールさん。フィリアノールさんって結局何者やったんやろ？改めて見たらやばい顔してんな。抱かれた殻に触れる。この殻も結局何やったん？あ、すいません。いや、そんなつもりじゃなかったんすよ。いや、なんかちょっと触ったぐらいで壊れると思いませんよ。絶対めっちゃ怒ってるやん。やばい。あー、怒ってる。絶対怒ってる。すいません、なんか光出しちゃって。いや、絶対怒ってんじゃん。いやー、目が目が死んでる。腹に触っただけなのに。殻に触ったら世界滅んでてくさ。なんでやねん。ほんまになんでやねん。まあ、とりまん、ボンファイアレッツ。さあ、やりますか。ボスエリアがね、まあ、広いのよ。おそらくシリーズで言うて、2番目ぐらいに広いんじゃない？一番広いのは多分ラダン。ああ、フィリアノール、助けてくれ。赤ずきんが我らを喰らい。我らの喰らい魂を。ダークソウルか。これさ、ほっといたらあそこまでたどり着くんかな。楽にしてやろう。助けてくれ、フィリアノール、アルプム。さあ、やるか、ガズキンちゃん。ちょっとさっきかけて大丈夫かな？ムービー入るから。うちなる大力がどれぐらいのスリップダメージか。結構変な。まあ大丈夫。さあ来いよ。終わりにしよう。ダークソウルをな。これもなかなか神ムービーよ。やってるやってる。ゲルジェ！ What? まだいたのか。さあ、わしによこせ。お前の暗い魂を。暗い魂置いてけ、おじさん。そうなんすよね。ゲルジーがまさかの鳥なんですよね。アルトリウスすんな。アルトリウスパロディすんな。そう、最後のボスが奴隷っていうね。効かねえな、これ闇が多分。出た。そんなはずあったな。最後のボスが神でも王でもなく、奴隷っていう。折れた直剣を使ってる亡者っていうね。その粋さ。いや、やめろ。それがダークソウルの鳥っていうね。あまりにも粋な計らい。やめろ。モーション覚えやすいっていうか、あんまり強くなくないか。もっと強かった記憶あるが。これ絶対論争の方がいいよな。あー、それ掴みなんですか。あー、遅い。なるほど。ここにシュ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 バージル。ドーイ。あんま効いてね、これ闇が効いてね。闇と切断があんまり通ってないな。あなた、ご友人。踊りましょう、ご友人。相手。エモーション、エモーション。エモーション。しょうもないこと言うたら死ぬよ。まあでも出血入れよう、頑張って。いやでもなんだかんだ線出てるから強いっちゃ強いね。で、ちょっと廃瓶に降ってきてる。さすがに。で、ここ。隙がでかい。いいボスだ。もうエルデンの DLC のボスとか、もう隙ないからな。あいつらずっと自分のターンやから。ちゃんとターン制やってくれるボスは本当にいいボスで。いや、ほころび刀でやれるかなんだかんだ言って。あーだだ。いや、ええボスほんまに楽しいな。こいつはね、ダクソシリーズで一番好きやから。史上最高の神ボスと言っても過言ではない。マップに邪魔なもんもないしな。おう、第2ゲーター行っちゃう？さあ、神ムービー来るぞ。血の質感。ああ、これが血か。これが痛みか。暗い魂の血か。ダークブラッドソウルボーン。座教はこれにておしまい。
サンタさん。いや、かっけえなー。マジでデザインも最高なんよな彼。さあ来い、ドレキシゲル。これ何やったっけ。そういう系か。出た。おい、ミケラの輪っか使うな。あー、出た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 。そんなんあったね。元祖じゃん。エルデンリングに引き継がれてる要素めっちゃあるやん、お前。まず、モーションみたいな。あー、出た出た出た。古老の騎士すんな。せいや。いや、聞いてね、闇があまりにも通ってないわ。まあ、ダークソウル食ったかんな、この人。さすがダークソウル食うただけのことはある。次、論争でやるわ。さすがに一発で倒すってわけにはいかんかったな。熟練のロングソード。こいつの力をてめえに教えてやろう。敵が俺直を使うのであれば、俺はロングソード。ダークソウルらしく行こう。絶対こっちの方がええよな。てか論争使うんやったらもう FP がいらんな。やっぱり直剣なんだな、このゲーム。いや、直剣はね、片手持ちが強いから、もう片手持ちでやろう。威力は、なんでやからジャンプが出んの、おかしいだろ。いいボスね、さっきより全然流れいいじゃん。直剣しか勝たん、直剣しか勝たん。これぞダークソウルっていう感じのボスやな。こういうのでいいんだよ、フロム。こういうのでいいんだよ。エルデン DLC あれなんだお前。ダークソウルのボス戦ってね、攻撃攻撃好き攻撃って感じなんですよ。エルデン DLC のボスとか攻撃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 やからな。あれ終わってるよもう。これぐらいの調整でいいんだから。楽しいな、いい戦いだ。ムービー見たいとこやけど飛ばすわ。楽しいなゲルジー。確かまだあるんですよ、第三形態があったはず。ミケラの輪っかつかな、けど全然対応できる。3発入る。これ勝てるぞ。まだ慌てるんじゃないぞ。勝った気になるのはまだまだ早いぞ。いや、ほんまにええボスやな。これだよ。こういう戦いがしたかったな、エルデンリングでも。ああ、エルデンリングどうしてあんなになっちゃったんだろうな。こんなになっちゃった。エルデン DLC は明らかにやりすぎている。切り上げあるよ。これほんまに勝てるって。ちょっと弱くないでも。これ第三形態やな。エルデンのあの異常な難易度経験した後はね、ちょっと弱く感じちゃうな。で、この、なんか、弾が落ちたところに、あれするんですよ。なんか雷が落ちるんですよ。素晴らしい音楽だ。これもう残りビレようか。残りビレよう。うわ、くそ、最悪、今のタイミングやった。で、しかも残りビ使った判定になったから最悪や。無駄に使っただけ。第三形態入るときにも使おう。残り秒第3形態のタイミングで使わなかったというのが最大の敗因ですね。で、青瓶に降ってきたのも良くなかったな。いや、なんだかんだ強えわ、やっぱり。おごっていた。俺はおごっていた。おごりがあったようだ、ゲール。そなたを甘く見たことを詫びさせてくれ。これが俺たちが愛したダークソウルだよ。危ない！さらに切り払いにつなげていく。これぐらいが一番マストやでな、ほんまに。敵の攻撃。これ以上はもう明らかにやりすぎだよ。いたずらにちょっと削られちゃったな。何してんねー。第3形態来るタイミングで残り火忘れるんじゃねえぞ。クソガキの技使うな。こっからはだいぶ見てから避けれるわ。それ切り上げやろ。もうモーション完全に頭に入ったわ。嘘。けどこれさ、残りのエストの数があるから残り火使うか悩むな。いや、入れちゃおっか。ここで勝つのが一番美しいよ。グだったらグだったでおもんないから。雷忘れんじゃねえ。うわ、それな、飛びながら撃ってくるやつあったわ。うわうわ、そういう系まだある。危ねえ。雷が来るぞ。うわ、ワープか。そんな技ありましたね。いや、こっからえぐいな。おうしょおうしょ、いつ殴ればいいんだ。いや、でもちゃんと殴る隙ある。いや、音楽もまあダークソウルって感じがしていいわ。これぞダクソだよ。これやばい、これやばい。いや、食らうな。追撃部分に当たっちゃう。いや、こっからマジ強いわ。第3から。うわ、マントの範囲やば。えぐえぐ、喋る暇がなくなってきてる。けどほんまにこれぐらいが限度やと思うんですよね。これ来るぞ。これぐらいが攻撃を激しくしてもいい限度です。稀にあたりからほんまにやりすぎなのよ。いてぇ。
棒眼の追撃いいね。この理性と狂気が入り混じってる感じのスタイルいいわ。うわ、強っ。第三形態からがちょっと鬼門やね。緑化の盾やっぱ弱いな。スタミナ回復速度のためにつけてきているが、盾としては弱い。まあ当たり前やけど。けど亀の盾よりは見た目も性能もマシよ。なんで亀の盾あんな見た目やねん。スタミナ回復速度をアップする盾、もうちょっとええの欲しかったよな。本当にいいボスだと思わないかみんな。最高傑作だろこれ。フロムが生み出した最高のボス、その一つ。こいつと牽制足ないし。あ、やってもうた。やっちまいんご。大丈夫、耐えた。こいつと牽制一心がフロムの最高傑作や。これがダークソウルだよ。これぞ我々が愛したソウル。よいしょ、よいしょ。2発。やばい、あ、くそ。いや、来るんじゃねえ骸骨。月ガラスやったよな。いや、今雷で死なんでよかった。あ、くそ、縦の上から持ってかれた。いや、惜しい。今の、あー、はい。残り火も少なくなってきてもうたな。これもうかけるか、いけそうな感じはするから。おりくそ、はいはいはい。そう、なんか良くない方に来てる気する場所。月が最後。ゲール G でダウンしたっけ。ダウン地名ありました、この人。ないか、なかった気する。雷気つけて。エスとこんな節約せんでいいか。俺俺俺、これ後ろローリング上がんのかな。それ2回やろ。さあ、これ苦しんでるうちに延長させていただいていいですか。ギリギリ間に合うね。よいしょ。いや、ほんまにエボスやな。間違えた、クソ。お前邪魔だ、シャシャリ出てくんな松屋に。エフェクトに惑わせられてはいけないよ。気をつけろ。ちょっとこれ障害物が多いな。おれ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 、逆に飲まん方が良かった。クソ、やったな。よいしょ、慌てるんじゃない。月が最後な。これ前乗りの方が絶対。そう、雷の位置がちょっと怖いな。よいしょ。さあ、終わりの時間が近づいてきたんじゃねえか。勝ったな、よっしゃ。いや、マジでいいボス。ありがとう、ありがとう、ゲールジー。ゲールのソウルと暗い魂の血、12万。あれ、ミディールの方が強い設定なん。ミディール15万やったな。ゲールジーのソウル、さまよえる奴隷騎士。赤ずきんのゲールは絵画世界の顔料のため暗い魂の血を求めた。だがゲールは自らが英雄でないと知っていた。暗い魂は彼を犯し変えることはないだろうと。暗い魂の血、アリアンデルのお嬢様が絵画世界を描くための顔料となる。ゲールが商人の王たちに見えた時、彼らの血は塔の昔に枯れ果てていた。そして彼は暗い魂を食らった。ダークソウルを求めた理由が闇の王を継ぐとかいうためじゃなくて、まさかのお嬢様の顔料のためっていうね。そこもまたいいよな。そこもまたいいんすよね。顔バケモンやん。ゲール氏の体験、もともとは処刑用の断刀剣であったが、歴戦によりその刃を大きくかけ血と闇に染まりきっている。連射クロスボウ、果てしのない旅と戦いにより各所が歪み血に錆びており、酷使により壊れやすい。まあ剣でしょ。ただし今強化の材料が足りやへん。次回フリーで、そしてその次がラスボスでいこうか。ただフリーでの方が圧倒的に苦手なんよな。けどまあエルデン DLC をクリアした今の俺に隙はない。てなわけで今回はここまで。今回も最後までご覧くださった皆さん、どうもありがとうございました。
てなわけで See you next time, bye bye, 次回また遊びに来なほな